MOI 美術館では11月1日よりリニューアル3周年記念特別展任世金と銀を開催いたします。日本の国宝の中でもいち早く指定されたのが色絵藤花門茶壺です。日本の陶磁器で国宝に指定された美術工芸品はわずか5点です。その5点のうちの2点が任世の作品です。任世の作品は国宝2件、重要文化財20件と日本陶磁器の中で指定された作品が最も多く、日本を代表する焼き物であることがわかります。今回の展覧会は任世の金銀彩や色絵の作品を集めた展覧会です。ぜひご覧ください。